ブラックサンが崩壊して以来、私の記憶も崩れかけている。向こうで時を過ごしすぎたせい、どんどん記憶が蝕まれて、残されたものを消し去る。さまざまな記憶が絡み合い、ゆっくりと自然崩壊し、夢のように儚く色あせていく。時間の感覚が薄れていく。もう何がいつ起こったのかすら覚えていない。全てがいっぺんに頭の中で再生される。まるで同じ映画を何度も何度も繰り返し見るみたいに、無秩序な混沌とした映像。もうずっと寝ずに書き続けている。自分の人生を書き留めるために。もし忘れたとしても、このページが記憶になる。事件発生から3ヶ月の今もなお調査は続いています。ペンタゴンの軍事基地内で発生し、283名もの命が奪われた事件の原因究明を進めています。これに対し政府代表は、事件解明のため捜査当局の協力を仰ぎ調査を進めていることを明らかにしました。 CIA はまだ干渉してこない。新しいコンデンサーを作るのに忙しくて、それどころじゃないらしい。彼らが実験を放棄することなどありえない。向こう側のことを知った今となっては、正直どうでもいい。今は自分の人生を立て直さなきゃ。エイデンなしの人生を。思い出せる限り、いつも彼なしの生活を夢見ていた。もう彼は以前のように私の横にはいない。望んだ通りに。なのに悲しい気持ちで満たされている。まるで体の一部をなくしたみたいに、一日中泣いてる。馬鹿げてるけど、でもエイデンに会いたい。何ヶ月も無の時が過ぎ去っていった。そして目覚めた。今がその時だと。また始めよう、新しい人生を。分かってた。心の奥底でいつも分かっていた。ただ周りに静寂が欲しかっただけ。自分の気持ちを知るために。どんなにライアンを愛しているのかやっと気づいた。一人で悲しい思いをし続けて、人を愛する気持ちを忘れていた。
私たちは遠くへと旅立った。私は誰かを愛し、そして信頼する気持ちを知って、まっすぐに向き合った。そう、生きることを知った。私たちはあのことを口にしない。何事もなかったかのように。あの世など存在しないかのように。二度と耳にすることはないかのように。夜になると現れる。恐ろしい奴らが。これは悪夢だと言い聞かせるけれど、現実だって分かってる。一度開いたパンドラの箱は、二度と閉じることはない。悪夢なんかじゃない。それはこれから起こること。もう二度も死んでいる。だから死ぬことなんて怖くない。